皆さんお疲れ様です。山菜チャンネルのあやです。今回は茨城県の奥久慈南大山に登ります。今日も青空で快晴で紅葉も綺麗で楽しめそうなのでリフレッシュしながら登っていきたいと思います。それでは行ってきます。まずはレンタカーを利用して南大山登山口へ向かいます。綺麗、すごい。今回はですねレンタカーを借りて、登山口近くに止めさせていただいて、歩いていきます。静かで綺麗な山ですね。わあ、もうすでに麓からの景色が綺麗ですね。爽やかな朝ですね。今回は南大山見客コースを歩きます。すでに紅葉が美しいです。美しい緑の中を歩いてるととてもね呼吸が深くなって整いますね。ちょっと息切れてますけど結構岩場がね多いので足元ね気をつけながら歩いてます。昨日工房山でゴジアイハイクのイベントを行わせていただいたので少しね疲れ気味なんですけどゆっくりね自分のペースで歩いていきたいと思います。あーでもね涼しくて天気も良くて最高の登山日和です。はい、でもね昨日のイベントではね本当に少人数で皆さんと一緒に山歩きをさせていただいたんですけれども、すごくね向上心のある方だったりご自身の内面とね向き合うのがすごく、大事にされている方ばかりで私自身もねすごく開催してよかったなと思ったのとやっぱり一人で何かを頑張ろうとするのってすごくね大変だし時にねひどい言葉を言われたり傷つけられたりしてやめちゃうこととかってあったり諦めたくなることもあると思うんですけどやっぱり誰かとねそうやって自分の本当にやりたいこととか夢を共有できるつながりを紡いでいきたいなと思ったので、地味に細々とですがねこれからも続けていきたいと思います。改めてね、すごくいいタイミングで皆さんと出会えたことに感謝です。すごい美しいもみじです。結構落ち葉で岩が隠れるので気をつけます。おー綺麗。おーすご
ごいね。コンビニか。よいしょ。結構こんな感じで鎖場があるので慎重に歩いていきます。気をつけて。すごいですね。うん。よし。おお。すごい。すごい。綺麗。いいね。見客コースは鎖場が多くハードですが、美しい鮮やかな絶景を眺めることができます。すごい綺麗だね。こんにちは。こんにちは。厳しいね。今のところ厳しいね。穏やかで綺麗だな。だいぶ上がってきましたね。結構鎖場が多いので、山に慣れてる方がこちらの見客コースを歩いた方がいいですね。いや結構疲れますね。でもうちょっとで山頂です。結構ねこういう狭い道が続くので気をつけて歩きます。あと落ち葉で道が見えなくなって踏み外しやすいので、ちょっとねいつも以上に慎重に歩いてます。よいしょ。でもだいぶ上がってきました。美しい。よし。今分岐に着きました。帰りはこちらの月折れ山袋田の滝方面からありますが、一旦山頂に向かいます。あと5分ほどで山頂です。した無事に着きました。こんにちは。わあ、綺麗。富士山見えるよ。あ、奥に見えますよね。あそこにあっち見えますね。すごい。見えますね。綺麗。ちょっともう少しね。南泰山の頂上に到着しました。無事に山頂に到着しました。美しい。綺麗。今回は周回ルートを歩きます。こちらのルートも紅葉がめっちゃ綺麗ですね。いや最高ですね。そんなに人も多くなく、ほどほどにハイカーの方とすれ違う山で、ゆっくりね楽しめるのもすごくいい山ですね。帰りもね気をつけて下山します。草が生い茂ったり落ち葉が落ちてて
まあ、道迷いはしにくいと思うんですが、足元がね、時々滑りやすいので、ゆっくりね、歩いていきます。おーい。わあ、こっちの道も綺麗です。赤く染まったり、紅葉もこの瞬間は、たった一度きりだと思うと貴重ですよね。よいしょよいしょ。どうにしてもね、落ち葉がめっちゃ多いので、もふもふしてるんですよ。転ばないように気をつけます。わあ、綺麗。結構袋もね、滑りやすいのと、岩場があるのと、ロープを使ってね、歩く場合もあるので、ちょっとね、気をつけていきますね。それにしても綺麗だな。美しい。結構ね、ロープ場が続くので、ゆっくりね、行きます。すごい。ちょうど綺麗にグラデーションで色づいている季節で、本当に来れてよかったです。いやー、ずーっとこんな美しい紅葉が続いているのがありがたいですね。綺麗。もうあっという間に今日12月1日なんですけど、いやー1年って早いなって思いますが、少しずつね振り返ってみると、やっぱり何もできなかったっていうよりかは、1ヶ月ごとにね振り返っていくと、何かしらねチャレンジしていたことだったり、自分と向き合っている時間を取れていたのかなと思うので、なんかね、あ、それもやってなかったとかって思っちゃうよりかは、できたこともしっかり見つめて、また次にね、つながっていけたらと思いますので、皆さんもぜひ残りの日もご自愛されながら、ご自身のね、自分らしさをぜひぜひ表現し続けていただきたいなと思ったりします。よし。もうちょっとかな。ずっと綺麗で、写真と撮影が止まらないですね。いやー、なかなかね、紅葉シーズン、寒いとこだともうね、雪山になっちゃって、ちょっと逃しちゃったかなと思いきや、まだまだ楽しめる山があって、本当に良かった。神社の近くに到着です。すごい、避難大神社で無事に下山できたお礼を伝えることができました。林道に入りました。あと30分ぐらいで駐車場です。ちょうどいい感じですね。おー、山小屋すごい、こっちは明るい。綺麗。終わった。
立の国ロングトレイルの、一つですね。きれい、すごいな、よくのどかできれいな場所です。よいしょ、ちょっとね、駐車場まで元来た道を歩いて戻ります。トンネルは抜けました。声が響くすごいな、すごい綺麗なタイミングで来れてよかったです。ここでお蕎麦をいただきます。応援寺山荘で下山後のご褒美のお蕎麦をいただきます。気さくなおかみさんと店員さんの接客に心が和みました。美味しそう。すごいボリュームの天ざるだね。美味しそう。イランのけんちん汁。私は力持ちそば。どっち？いただきます。すごい素敵なお店でした。ごちそうさまです。また。大満足な山旅でございました。帰りは道の駅で奥クジランと船納豆をお土産に買いました。最高です。美しい紅葉を眺めながら自分と向き合う時間はとても格別な時間でした。今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。